ミュシアの位置、ミュシアは古代の小アジア北西部の地方、プロポンティス海の南に位置する。東をビチュニア、南東をフリギア、南をリディア、南東をアイオリス、西をトロワスとそれぞれ国境を接していた。古代にはミュシア人、フリギア人、アイオリス人、ギリシャ人などが居住していた。フリギアとの国境は変動していた上、トロワスを ミューシアに含める場合もあり、その範囲を正確に定めることは難しい。北部は小ミューシア、またはヘレスポンティカ、南部は大ミューシア、またはペルゴミンと呼ばれる。ミューシアの山々では、北部のオリンポス山及びイダ山とミューシアトリリアを開け、アドラミューティオン湾付近まで伸びる南部のテムノス山があった。北部の主要な河川には、もに リディアを源流とし、プロポンティス海から約2 4トルのところにある、アポロニアの湖で合流する、マケストス川、リュンダコス川があった。南部のカイコス川は、テムノスを源流とし、ペルガモンを通って、西のエーゲ海に流れ込んでいた。北部には、東と、西からマケストス川に注がれる、二つの大きな湖、アーティニア、アフナイテスがあった。 ミュシアで最も重要な都市はカイコス川の谷にあったペルガモンとマルマラ海のキジコスである。沿岸部にはギリシャ人の町が点在していて北部ではパリオン、ランプサコス、アビュドス、南部ではアッソス、アドラミューティオンが含まれる。さらに南のエライアワンにはエライア、ミュリナ、キュメがあった。ギリシア神話のトロイア戦争に関するジ,ョジシカンの中に ギリシア艦隊がトロイと間違えてミューシアに上陸するというエピソードがある。ミューシアをテレポスはギリシア兵を殺すがアキレウスによって負傷する。テレポスによって統治された。この沿岸地方はギリシア神話ではテウトラニアとも呼ばれ、テレポス以前はテウトラス王が治めていた。一方、ホメーロスはイーリアスの中でミューシアをトロイの同盟国として描いた。 ミュシア軍を率いるのは、クロミスと預言者のエンノモスである。しかし、ホメーロスは、ミュシアがどこにあったのかについては何も言及していない。ありがとうございます。